皆さんこんにちは、イメゾーです。今回は2024年夏アニメ週間ランキングトップ10について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ってことで今回は8月17日から8月23日に視聴したアニメの中で、個人的に面白かったアニメをね、ランキングにしてきましたので、それを発表していきたいと思います。それでは早速第10位からロシデレ8話、第9位マケイン6話、第8位異世界失格7話、第7位サクナ姫7話、第6位アドリー6話、第5位パリスル8話、第4位ウィストリア6話、第3位戦国妖狐19話、第2位推しの子19話、第1位ヒロアカ7期13話でございます。まあ、この中から、感想をちょっとね語りたいと思うんですけども、まずは第1位のヒロアカ第7期13話ということで、まあ、ついにねデクが、戦いに参戦してきましたね。しがらき、まあ、オールフォーワンとのね戦いに参戦してきまして、いやー最高だったね。デクめちゃくちゃかっこよかった。もうねこれが見たかったんだよっていうのをね見せてくれました。もう待ってたよデクをね、ずっとさね、本来さ最初から戦う予定だったのに、トガちゃんのせいでねどっか引っ張られちゃって、そのせいでプロヒーローとカッちゃんがこう頑張って足止めしてたわけよね。それでもカッちゃんがやられちゃってもう死んじゃってさ、復活させようと頑張ってるけどさプロヒーローたちが、でもそのカッちゃんのさ状況を見るわけじゃんデクが、今その前回前の戦いしがらき前のしがらきとの戦いでかっちゃんがちょっとボロボロになっちゃって、もう怒り狂ってたデクだったから、もう今回はさすがにもうやべえんじゃねえかと。だってもう死んでるわけじゃん、もう心臓やられちゃって。その状況のかっちゃん見て冷静でいられんのかなってちょっと心配だったんだけど、ここはね本当ルミリオ、トウガタ先輩がこううまくなだめてくれて、まあこのデク自体もまあ成長があったんだろうね、自分自身の成長、まあ、過去の失敗もあってこう耐えるところっていうか、そこがすごい良かったですね。まあ、そこで冷静になれたからこそ、ワン・フォー・オールの力をこう 120% 引き出せたんじゃないかなって。今まで 100% の力を出すことがまあその 100% 力出してたんだけど、そのさらに上、プルスウルトラだよね、まさにね、こう 120% 力、全てのその継承者の力をこううまく全力以上の力を引き出しててさ、で今回こう2代目の力の変則っていうのが、初めて出てきたんですけども、これがなんかこう物の動きを速度を変えるっていう能力だったんですけども、こうデクの力が覚醒することによって、デクがねこう 120% 力を引き出すことによってね、その力がめちゃくちゃ強くなって、この5倍速まで、2倍速3倍速4倍速5倍速オーバードライブっていう状況で放ったデトロイトスマッシュ、これがもうかっこよすぎたマジで、今までこうね死柄木オールフォーワンに対してまともなダメージが入れなかったわけですよね。こういくらイレーザーヘッドの能力で能力をね使えなくしたとしても、もう素の身体能力がもう化け物すぎるから、もうみんなそれでやられてたのに、もうそれをねもうぶっ飛ばすデク、もうめちゃくちゃかっこよかったですね本当に。今までのこのワン・フォー・オールの先代たちがこう出てくるのもね超かっこいいよね本当に。もういいぞ、持ってやれって感じなんですけども、でも本当の戦いはこっからなんですよね。このぶっ飛ばした後にこの本当の死柄木、子供の頃の死柄木トムラ君をどうやって救い出すか、あの時助けてって言ってるように見えたって言ってたから、デクがそれをどうやって助けるのかなって、ここからがね本当のヒーローとしての力の見せ所なんじゃないかな。早く死柄木をねこう助けてあげてね、一緒にヒーローごっこしてほしいですね。もうデク死柄木のねこう中に入ってるさ、もう内面がもう子供の頃に戻っちゃってるからね、この友達いないでしょって言われた時にさ逆ギレしてたじゃん、逆ギレっていうか切れ散らかしてたんだけど、それねめっちゃ面白いよね、なんか笑っちゃうんだよなあれな。モンちゃんだって散歩したがるもん、友達と友達いるもん僕ってね、あの死柄木いいですよね、なんか助けてあげたくなる、確かにね、一緒に遊んであげてくれデクね、
で続きまして第2位推しの子19話ですね。もう有馬かなが最高でしたね。マジで可愛すぎる、これヒロインとして。マジで、まあ、今期のヒロインランキング個人的には、まあ、有馬かながねもう女子の中でぶっちぎりで1位なんですけども、そのね有馬かながこうめちゃくちゃ可愛い回だったから、もう最個人的で最高でしたね。本来の全力の演技をこう見せてくれるわけですよ。昔やってた輝その太陽のように周りを魅了するスターの演技っていうのをずっとこう抑えてたわけですよね今までね、うん、仕事がなくなってきたからね、子役の時に仕事がなくなってきちゃって、それでこの世界に業界に生き残るための術として周りに合わせる演技を身につけて、それでこう使える役者、便利な役者としてこう今までこうやってきたわけですよね、うん、確かにそれも正解の道なんだけど、でも周りのやつらに勝つにはそれじゃダメなんだよ ね。ララライのエースの姫川だったりとか、すごい考察力を持ち得てる、もう今天才と言われてる黒川茜だとか、そいつらトップ層とやっぱ競うには本来の力を出すしかないんだよね有馬かなも。その出した時ね、やっぱその2人に負けないぐらい、負けてなかったと思う、めちゃくちゃ輝いてた、うん、ほんとすごかったね。またその黒川茜がそれを見た時の反応がめちゃくちゃ良くて、黒川茜はこの有馬からのことが大好きで、大好きすぎてそれこの道進んできた人だったから、その見たかった有馬かなの演技を見れてなかったんだよね、ずっとね間近で。でもこれやっと今になってこの最高の場面でさ見れたことによって、もう超喜んでて、もう有馬かなちゃんかなちゃんかなちゃんみたいな、もう大好き大好きみたいな目がハートになっててさ、いやキュンキュンしたな。このリアクション本当面白かった。でも、もう本当それぐらい可愛かったし、黒川茜が好きになる気持ちもめちゃくちゃわかるなって、うん、まあでもそれをね引き出せたアクアもすごいなって思いますよね。アドリブをね、こうアドリブが急に入ってきたのに、それをアドリブでとっさにうまく返してさ、うん、舞台にしっかりつなげてきて、でまた有馬かなをこう立たせる演技っていうかさ、いやその位置取りみたいなのも全部完璧にやってて、だからこそ有馬かなも信頼して、あアクアにやってもらおうって、自分がやってもいいんだって、アクアもその有馬からの演技がお前の全力が見たいっていうことによってさ、こう有馬からももうってもう嬉しそうに怒ってさ、全力の演技を見せてくれたわけですよね。いや本当生き生きしてる有馬からはねいいですよね、うん、まさにこうアクアとは正反対、演技が大好きな有馬かなと、演技を嫌いになることによって、もう嫌いな演技をすることによって感情表現をするアクアっていうね、この2人が対照的に対になってるのがねめちゃくちゃいいなと思いました。続きまして第3位戦国妖狐19話でございます。義輝様、将軍様ね、もうかっこよすぎたこの人、うん、マジでね人間離れした強さ、もう最強でしょ本当にこのままだったら1万人の兵マジで一人で刀だけでやっちゃいそうなぐらい、もう燃え盛るねこの城の中から、もう本当に魔王だったよね、まさに、うん、まさに魔王だったんですけども、こんな男どうやって倒すんだと、あんな畳に剣をめっちゃつけてさ、鳥の羽のように剣をね回せてバッサバッサとやってた、そんな男どうやって倒すんだよと、誰がこんな男殺すんだよって思ってたら、まさかのねこの5人組布のかぶった5人組がいきなり現れてきて、まあ、人家の時にも出てきた謎のキャラクターたちだったんですけども、そいつらと話すしてて、その話し込んでる時に不意打ちを食らってしまって亡くなるっていうね、まさかすぎる結末、まあ、これはさすがに多分将軍様もね見えてない未来だったと思うんだよね、予知できてない未来だったと思うし、うん、まあでもこの切り勝ったおっちゃんも確かにねすごいなと思った。この状況で不意打ちをかませるっていう度胸というか、うん、その行動力は確かにあっぱれなもんだったなって思って、うん、でその将軍様その後さ、しんすけと一緒に、
ね、あの荒吹っつって、あの荒吹の刀でねこう空を飛ぶんですけども、その時がねすごい良かったんですよね。その空を飛ぶことを、まあ、鳥になることが将軍様のこの夢で、ずっと空を飛びたい、鳥になりたいって言ってずっと憧れてて、その憧れの夢がこの死の間際夢が叶うんですよね。だからめちゃくちゃもう満足したと思うんだよね。もう自分も死ぬこと自体もうあの覚悟決まってた人だったし、この剣技でね、うん、いろんな 最高に楽しい最後に暴れっぷりを見せられて、そして最後に夢だった空を飛ぶ鳥になりたかったっていう 夢も叶うことができて、もうめちゃくちゃ満足してたんだよね。だからこそ最後自分からそのしんすけの手を振りほどって空へ飛んでいくんですよね、うん、もうそれはもう他の人から見たら落ちてるように見える行為なんだけど、将軍からしたら空へ飛び出た、羽ばたいていったっていうことだったんですよね。もう満足そうに最後はね、すごいいい笑顔でもう最後まで笑っててめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、なんかもう運命から逃げなかった、運命からも逃げずにね最後まで戦ってて本当にかっこよかったですね、うん、まあ、将軍様もねまた良かったんですけども、今回ねもう無道と千夜の戦いもまた熱かったんですよね。この19話、この1話にね本当凝縮されてたんですけども、もう2人の無道と千夜の戦いもね、こう2人が互いにどんどん認め合ってきてるのがねすごい良かったんですよね、うん、最初はねこのムドも殺してやる、食ってやるって言ってるだけだったんだけど、互いにね千夜が強いことを知って、こいつ強いな、やるな、人間の技ってすげえなみたいな、どんどん興味が湧いてきて、こう千夜の方もこいつの妖力もうほんとすげえなって、俺の方がすごいはずなのにみたいなさ、2人がこう高め合って認め合って、でもこう楽しみ合ってさ、最後まあ千夜が結局勝って笑ってたんですけども、うん、将軍のその笑えっていう意思っていうか、そういう気持ちがね千夜に受け継がれていってよかったなって思うし、またこう千夜がね逃げなかったのが良かったんですよね。その、まあ、月子を助けてもう逃げれば別に良かったのに、逃げずにあえて無道と戦う、遊びたいからっつって無道と戦ってて、無道もその時初めて涙を流して、多分初めての感情と体験だったんだろうね、うん、なんだこれっつって涙を拭ってて、まあいいやっつって、あの戦いにまた戦ってたんですけども、多分この先もこの2人が、うん、この2人は切磋琢磨し合ってね成長し合うと思うんだけど、こうやってムドがどんどん化け物だったムドが、人間に近づいていって人間のような感情をね知っていくのと、千夜がこうどんどんまた化け物のように強くなっていく、うん、2人が対になってるような存在でね、うん、本当いいキャラクターですよね。めちゃくちゃ熱くて泣けて最高に面白かったですね。続きまして第4位、杖と剣のウィストリア6話ですね。もうシオンですよ、可愛かったな、もうむしろもうなんか逆に可愛いこいつ、もう僕を見ろよっつってね、もうウィルにねあの思いの丈をぶつけたわけだったんですよね、うん、まあそういうことだったんだと。今までその昔ビルが他の生徒たちにいじめられて、そののけ者にされてる様子を見てこうかばってあげたかったんだよね。かばってあげたくて、俺の仲間になれよみたいな感じで軽く誘ってあげたのに無視されて、まあそれが悔しくて、で何度やっても見てくれなくて、それがどんどん結局エスカレートしていっていじめみたいになっちゃってさ、うん、まあ見てほしかったんだよね。無視されるのが悲しかったし悔しかったんだよね、うん、その時のウィルっていうのはこう本当ひたすら高みを目指してるだけで、もう周りのことなんてどうでもいい、周りなんて見えてないって、まさにそういう状況だったから、本当にウィルのあの本当にシオンのことがもう眼中になかったんだよね、悲しいことに、うん、まあそれがシオンにとってはすごい辛くて悲しくて、こう 逆にそういうなんかいじめに変わっていってしまったって思うと、もう主人公のことめっちゃ好きやんこいつっていうそれほど好きなんだって、それほど仲良くなりたかったんだなって思うと、なんかもう可愛く思えちゃうよね、うん、まあもうここまでいったらもう友達よね、もう今からでも友達になれるから安心して友達になってほしいね。またその
またそのシオンとウィルの戦いの最後、結局そのコレットが止めてくれたんですけども、そのコレットがねエッチだったんですよね。こう服装がもういい感じにビリビリに破けてて、もう役もただでさえ可愛いと思ってたんですけども、ちょっとそんなねお色気要素も出してきたらちょっと好きになっちゃいますね。可愛かったなコレット。もうシオンもねめちゃくちゃ照れてさちょっとシオンこの女に弱いみたいな、でもコレットだけなのか分かんないけど、このコレットにすごい弱いのがさめちゃくちゃ可愛いんだよなうん、そしてこのウィルね、ウィルが最後にさ、グリウスがゴール仕掛けた時にこう登場してくるんだけど、そこめちゃくちゃかっこよかったですよね。すごい跳躍力とスピードでこうシリウスの前にバーン落ちてきてさ、逃がさんぞとシリウス僕と戦えみたいな感じで言ってくるのめっちゃかっこよかったな。ほんとこのシリウスさ逃げてるよな、ウィルからね。だってみんなのところにさなんか分身体みたいなの出してさ、その隙に自分はゴールしてたわけじゃん。こうずっとなんかウィルのこと大会で懲らしめてやるみたいな言ってたくせにさ、こいつ無視してゴールしようとしてたってことは、もうこいつ逃げてたわけでしょウィルから。そんなやつもう絶対許さないから、ボコボコにしてあのドワーフたちにね土下座してもらいたいですよね早くね、次回そんなかっこいいね、次回ねウィルのかっこいいところが見れると思うんでね、また次回も期待してね見ていきたいかなと思います。はい、ってことで以上2024年夏アニメ週間ランキングトップ10でございました。まあ、このチャンネルではこういったアニメの動画毎週更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。